どちらよっす。今日なんですけどもね、カラーのーラストデリバリーでございます。今季もう感動でございます。早いですね。春夏ですよ。春夏も感動ということで、最後のデリバリー入ってきましたのでご紹介しようかなというふうに思います。今回、ご紹介するのは、半袖のシャツ、半シャツと T シャツ、それぞれ2色ずつっていうかね、2型2色という感じでございますね。もうちょっと半袖です。半袖が入ってまいりましたんで。ちょっと先取りということでご紹介しようかなと思います。はい。まずこちら。半袖のシャツなんですけど、ハードナイロンですね。素材がこれマジでめっちゃおもろい素材を使っておりまして。これね、過去にも使われたことあります。この素材。2014年の SS ですかね。その当時は、確かパンツと、ジャケットみたいな感じで、セットアップの感じのものとか、で、使われてた気がしますね。確か2014年 SS だったと思うんですけど。はい。ハードナイロンっていう素材でございまして、もう。この音わかる ?ASMR。ASMR。もう、やばいでしょ。洋服の音じゃないっすね。っていうくらい、これもね、カラーのオリジナルの素材でございまして、非常に、ナイロンなんですけどね、ハードナイロンって言われる通り、ちょっと硬いんですよね。質感としてはちょっとね、紙のような布のようなっていう、なんともこれもね、難しい、まあカラーにしかない、もちろんカラーにしかない、ここでしか買えないような、素材を使ったアイテムでございまして、まあ後で着てご紹介しますけども、ちょっとディティールを先にお見せしますと、こういう風にね、パッカリングというか、こうテープが叩いてあって、ちょっとこう、このテープのところに沿ってパッカリングがなってるんですよね。わかります?シワが寄ってる。はい。これが非常に特徴なんですよね。はい。過去のコレクションで使われた時も、このパンツのところとかにバキバキにこう、パッカリングが入ってるっていうような。だからまあちょっとなんですかね、ブサイクパンツじゃないですけど、それにちょっとニュアンスが近いかもしれないですね。こういうふうに。テープに沿って。はい。こっちの方がわかりやすいか。色が明るい分。はい。ちょっとシワシワシワ。非常に軽い、はい、こんな半袖シャツは他で絶対買えないなっていうアイテムでございます。はい。そしてプリントティー出ました。ドカン。はい。一型二色ということで、こちらでございます。もう今季はうちの店はもうこのカットソーだけです。半袖の T シャツっていうのは。はい。これね、おなじみの皆さん、カラーのねタグですね。タグをこう大胆にここにバコーンとプリントしたようなアイテムでございます。はい。ちなみに私これ白の方着ます。買いました。個人的に。まあね、僕はこれ将来的にね、ここの文言これどっかタトゥー入れようかなと思ってます。ここにタトゥー入れようかなと思ってて、そういう計画があるくらい、ちょっとここのなんていうんですかね、複製できませんでね、複製もしくはなんでこれ個人でなんとかこれね、使用することはできませんっていうね、この文言がすごい好きなので、いつかタトゥー入れようかなって思ってるくらいのものがね、プリントされてたら、もうそれ買うしかないやろと。まずは着てこうということで。こうやって入れようかな、タトゥー、ここに。いや、それは一回置いといて。はい、そんな感じで、ラストデリバリー入ってきましたので、早速着てご紹介しようかなと思います。はい。どうでしょう、着てみました。はい。じゃあ最初に言っておきますね。こちらサイズ2、サイズ2で、お値段4万3000円でございます。はい。もうちょっともう。ASMR。イヤホン推奨ですけど。わかりますか?もう。この音、こんな音出る服あります?動くたびに。はい。もうこれがこの素材のね、なんか、いかに特殊かっていうことを、まあ結構わかりやすく伝える音っていう。はい。先ほど申し上げた通り、やっぱちょっとね、紙というかっぽいんですよね。で、生地に少し自立性がある感じ。うん。なので、非常に面白い、着用感、そしてシルエットになりますよね。うん。わかりますかね。なんかちょっとやっぱ自立性があるでしょ。ちょっと硬いんで。なんですけど、じゃあ着心地がどうかって言われると、別にね、着心地が悪いとか全くないです。はい。非常にどちらかというとっていうと、やっぱなんかね、少し自立性がある分、うん、なんか肌にまとわりついてしないんですよね。だから、ね、夏とかでもすごい軽やかだと思います。はい。
あんま肌にこうな まとわりつく感じがないので非常にサラッとしてますしね、この素材自体も、うん、で、まあすいません、これ僕今から無責任なこと言いますけどこれね、もちろんクリーニング推奨ではあります。まあ一応水洗いできるのかな、クリーニング推奨なんですけど、僕がもしこれ買ったらこれガンガン洗濯で洗います。はい、洗濯で洗って、多分ね、そんなね、型崩れとかすることはないと思うんですよ、ナイロンですし。まあ自己責任でやってくださいって話ですけど、まあ、もし僕が仮にこれ買ったらの話ですけどね、はい、買ったら、ガンガン洗濯機回します。で、多分そうしてくるとね、またちょっと経年変化というか、少し着用していくごとに少し柔らかくなっていくと思うんですよね、これがね。そうなってくるとまた面白い表情になるかなというふうに思います。まあもちろん色落ちとかはないんですけどね、ナイロンなんで。どうですか。で、これまあ別の動画で紹介したカナのテーパードのパンツ履いてるんですけど、こういうのがね、僕すごいカナらしいなっていうふうに思います。カナのちょっとまあ春夏スタイル、夏でもいけます、これは。夏スタイルというかサマースタイル、うん、ちょっとこうテーパードのパンツとか、こういうふうな面白い生地感の半袖シャツとか、これすごい夏の僕の中のイメージでの、なんかすごいカラーのね、クラシカルなっていうか、元々のその DNA 的なところの雰囲気、バランス感、こういう感じかな。まあもちろんショーツとかね、ショーツとかでもいいんですよね。だこういうね、面白いシャツ、オープンカラーのシャツですけど、にショーツね、ショーツとか合わせるとか、まあめちゃカラーらしいな。そしてサンダルとかね、まあめちゃカラーらしいなっていうふうに僕は思います。はい。こっちの色もどうですか？いいですか？こっちの方がよりこうなんか夏っぽいかもしれないですね。色味的にちょっとサックスブルー、綺麗なライトブルーですけど。ね、このパッカリングがまたいい味出しててね。これが、うん、こう叩いてますからね。わかりますかね？ちょっとこう、こうなってるのわかります？うん。パッカリングさせてるんで、少し生地が引っ張られて、ちょっとこうなって、なかなか面白い素材感。見た目。雰囲気になってます。はい、そんな感じでございます。じゃあ次 T シャツ着ていこうと思います。はい、 T シャツです。着てみました。どうでしょうか。いや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 、もうこれはね、もう説明無用でしょうというふうなプリントでございますけど、はい、先ほども説明しちゃいましたけどはい、タグのカラーのタグのね、ちょうどついてました。ちょうどついてました。はい、ここの、わかります？ここ、これをまあこうクイッバーンって感じのデザインでございますね。はい、で、T シャツのボディなんですけど、これもちろんカラーのオリジナルのボディでございまして、多分ね、何シーズンもこうこのボディを使ったアイテムがリリースされておりまして、僕もね、例えば皆さん覚えていらっしゃいますかね、ここにカタカナでカラーインコーポレートテッドって、プリントされた T シャツとかね、もしかしたら見覚えある方いらっしゃるかもしれないですし、持ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、同じです、同じです。これサイズ2、あ、言い忘れた、最初に。これサイズ2で1万6000ですから、はい、サイズ2、1万6000。はい、そのボディと一緒で、少しやっぱこうざっくりゆったりめなんですよね。これでサイズ2でございますから、少しゆったりめのシルエットでございまして、ね、生地感がね、まあソフトながらもしっかりしてるっていう感じの生地感でございます。これ生地めっちゃいいですよ。あのね、なんせね、何回選択してもね、全然下手ってこない。全然下手ってこない。僕もね、カラーインコーポレートってあの T シャツあるじゃないですか。あれ死ぬほど着てたんですけど、全然下手ってこなくて。うん、めちゃいいですよ。うん、なんかね、ソフトなんですけども、若干のドライ感というか、うん、もありつつ、生地の厚さもね、ま、普通っちゃ普通なんですけどね、程よいですね。これめちゃくちゃいいですよ、この生地。はい。これ僕のよくやるこの夏場のスタイル、これ。テーパードのパンツにこういうなんか T シャツ合わせるとか。これめちゃ僕夏こんなんです、毎回。これめちゃやりますね。この感じ。はい。テーパードのパンツに合わせる、こういうプリントTとか。うん。めちゃめちゃやりますね。夏はもうほぼこれなんじゃないかっていうくらい。こういうの、こういう感じでね、好きです。うん。でももちろん着心地もいいし、うん、いいですよね。
でね、あ、これもこう、あの、首元のところまで、はい、プリントが乗ってるっていう感じです。いいんですよね。首はちょっと詰まってますね。襟元はちょっとキュッとクルネックで詰まってるんですけど。うん。なんかちょっと遠目から見るのもいいですね。なんか、ね、近く見るとこ、近くに来ると。あ、この文言が僕大好きなんでね。正確なやつお見せしますか。This article can only be used personal use. No part of this article, whether in whole or in part, may copy or used without the consent of the manufacturer. って書いてありますけど、ちょっとわかりません。この製品の一部または全体を無断で複製もしくは個人の着用以外の目的で使用することはできませんと。はい、そんな感じでございまして、まあ一応ブラックもご用意しておりますから、はい、ブラックのボディに白のプリントでございまして、どっちもいいんじゃないですかね。僕は白の方買いましたけど、はい、はい、そんな感じでございまして、これでラストデリバリーということで、反応ちょっとまあね早いなっていうふうに思いますけど。はい、概要欄からまたリンク貼っておくのでチェックしていただきたいのと、基本的に再入荷ございませんのでよろしくお願いします。はい、そんな感じでございます。ではまた。